ここは。あ、生きてたんだ。水木。一体何が。キャバクラで飲みすぎてぶっ倒れたんだよ。嘘をつくな。制御室で倒れたところまでは覚えてる。だって昨夜のシンクで危険なことしたんでしょ。そのせいで脳に過剰な負荷がかかって意識を失ったって、あのボスって人とピュータって人が言ってた。二人に会ったのか。伊達をここまで運んできたんだよ。最近の操作で疲れも溜まってるだろうから、ゆっくり休ませてくれってさ。伊達の脳は腐ってるからもう長くはないだろう。そろそろ葬式の準備をしておいた方がいいって。心配いらないって言ってたんだな。うむ、お前の脳に目立った損傷も見られない。捜査を継続しても問題なさそうだ。休みだよ。どうして。今日は火曜日で平日のはずだが。だってって本当無神経だよね。響きに決まってるじゃん。病院に戻ったみたいよ。太田にシンクしたことは昨夜ボスが話したんだ。冷凍倉庫で何が起こったのかも。どうしてそこまで。水木が詰め寄ったんだよ、捜査状況を教えてくれって。水木は両親を失ってる。きっとボスは水木に隠し事はしたくないって思ったんだろう。ねえ、やっぱり私も連れてってくれない。昨日も言ったはずだ。お前を危険な目に遭わせるわけには。もうすぐ犯人が捕まりそうなんでしょ。犯人は左の太ももを怪我してる。だからあとはその人を探せばいいだけだってボスが言ってた。手伝わせてよ。ダメだ、お前はここにいろ。では私の気持ち何にも分かってない。私は両親を殺されたんだ。二人の死体をこの目で見たの。このままここでじっとしてたら気が変になりそうなんだよ。お願い、立て。少しは水木のことも考えてやれ。水木は今一人ぼっちなんだ。水木が沖浦と翔子の元を離れたのは今から4年前。だがそれでも二人との間には見えない絆があったはずだ。その絆が犯人のせいで断たれてしまった。二人を失って水木は今限りなく孤独に近い。水木にはもう頼れる人間は一人しかいないんだ。誰のことかわかるだろう。しょうがねえな。え？連れてってくれるの？ああ、ありがとう、伊達。それで顔を拭け、出かけるぞ。しかし弱ったな。
犯人が片足を負傷しているという手がかりだけではどこをどう操作すればいいのか。現場百遍、もう一度事件と関係してる場所に足を運んでみるか。あるいは手当たり次第に聞き込みでもしてみるか。だな。前にも話したと思うけど、ブルームパークはね、私の思い出の場所なんだ。ここが閉鎖される前、パパとママと一緒に来たことがあって、二人はいつも喧嘩ばかりしてたけど、たまには仲のいい時もあってさ、ここに来たのはそのたまにはの時だったんだ。私ものすごくちっちゃかったけど、二人が揃って笑ってることなんて本当に珍しくて、だからその時のこと鮮明に覚えてるんだよね。その時もこうやってメリーゴーランドに乗ったの。ママは馬には乗らず、私の隣に立って私が落ちないように手で支えてくれてた。私ちっちゃかったから、絶叫系のやつとか身長制限で乗れなかったんだ。だから観覧車とかコインで動くパンダとか、そんな退屈な乗り物でも、あの時はとても楽しくて、楽しすぎて罰が当たるんじゃないかって不安に思ったくらい。パパは回転台の外側で私とママの写真を撮ってた。柵の向こうで古いフィルム式のカメラを構えて、パパの前を通り過ぎるたびに私とママは一生懸命手を振ってなんかまともな家族みたいだね。さぞかしいい写真だったんだろうなそれが全然。園内のサービスステーションで現像してみたら全部ボケボケで、ほとんどまともに撮れてなかったの。でもあまりにボケボケだったから私もママも怒るどころか笑っちゃって、もしかしたら3人であんなにゲラゲラ笑ったの、あれが最初で最後だったかも。それって先週の金曜以外でってことだよね。だとしたらないよ。だってここ立ち入り禁止じゃん。まあそうじゃなくても来なかったかもしれないけど。どうして？なんて言えばいいんだろう。綺麗な思い出のまま残しておきたかったっていうか、別の記憶で上書きしたくなかったっていうか。でも結局は最悪な記憶で上書きされちゃったんだけどね。ねえ、伊達は家族の定義って何だと思う？定義？血がつながってるとかそういうことか？それだと私と伊達は一生家族にはなれないね。いや、まあそれはそれで全然いいんだけど。いいのかよ。私はこう思うんだ。家族っていうのは当たり前のことが当たり前にできる関係性のことなんじゃないかって。ん？
例えばただいまって言ったらお帰りって帰ってくるみたいな、そういう当たり前のことを当たり前にできるのがきっと家族ってやつで、その意味じゃ私とママとパパは最後まで家族になれなかったのかも。いつまで経っても当たり前のことを当たり前にできなくて、精一杯頑張ってみてもギクシャクした感じは抜けなくて、最後には頑張ることに疲れちゃって、私が殺したんだよ。え？パパとママは私が殺したんだ。私はずっといい子じゃなかった。ママの言うこと全然聞かないで、当たり前のこと当たり前にできなくて、だからママは私のことぶって、パパとママはそのせいで仲が悪くなって、二人が離婚したのはだからなんだ。それでママは働かなきゃいけなくなって、危ない人たちとも付き合うようになって、もしも私がいい子だったらきっとママは殺されずに済んだはずなんだ。だからみんな私のせいなんだよ。なんで私なのよ。おい、飲みすぎじゃないか。なんで私ばっかり。未婚の俺が言うのもなんだが、お前ばっかりってことはないだろう。どこの家庭も子育てには手を焼いてるんじゃないのか。うちの子は異常なのよ。異常って。赤ん坊の頃からそうだった。よその子はあんなに夜泣きなんてしなかったはず。バギーに乗るのもあんなに嫌がらなかっただろうし、四六時中抱っこなんてせがまなかったはずなのよ。もちろん今もそう。他のうちの子はもっと片付けもちゃんとするわ。勉強だって自主的にするし、夜更かしも寝坊もあんなにひどくない。なんでうちの子はあんなに。話を聞いてると普通の子供としか思えないが、もしも問題があるとするなら、ショコ、それはお前自身の方にあるんじゃ。私は誰よりもちゃんとやってるわよ。うちの子がバカなの、異常なの。ちょっと伊達ちゃん、あんまり興奮させないでよ。伊達ちゃん、もう少しだけ話を聞いてあげて。家で寝てるわよ。母親が自分のせいで泣いてるとも知らずに。私、あの子のために仕事を辞めたのよ。今まで築いてきたキャリアを全部捨てて、自分の人生を犠牲にしてあの子を育ててきたの。それなのにあいつはちょっと叩いたくらいで。手を挙げてるのか。しょうがないじゃない、そうするしかないの。世間的には手を挙げるのは良くないことよね。ええ、分かってる、そんなの分かってるわ。でも私には正当な理由があるの。あいつが私の言うことを聞かないから、しょうがなく手を挙げてるのよ。しょうがなくってなんだよ。そんなもん、正当な理由でも何でも。そうするとね、あの子は泣くの。それがたまらないほど腹立たしくて、私はもう一度手を挙げる。そしたら瑞希はさらに火がついたようにワン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 と泣きじゃくって。なんで泣くのよ。
泣くぐらいなら最初から私の言うこと聞けばいいじゃない。そうすれば殴られなくて済むのに。バカな水木、バカな娘。だから私が悪いんじゃない。悪いのは全部水木なの。お清らとはちゃんと話し合ってるのか。私は頑張ってるわよ。なんでまずみんな私を褒めないの。なんで誰も分かってくれないのよ。伊達ちゃん、ああ今度沖浦からも話を聞いてみるよ。僕は勘違いしてたんだ。勘違い？母親っていうのは無条件に子供を愛するものだと思ってた。でも世の中にはそれができない母親もいる。いや、正確に言うと愛してはいるんだ。ただ上手に愛せないだけで。翔子は母親に抱きしめられたことがないらしい。母親がいなかったわけじゃない。ただ抱き癖がつくとかいうわけのわからない理由で、抱っこもおんぶもほとんどされずに育てられたそうだ。あいつが水木の愛し方を知らないのは多分そのせいだと思う。人間に育てられた動物が親になった時、子供の育て方が分からずに育児放棄をしてしまう。それと同じさ。だがだからしょうがないってことにはならない。負の連鎖はどこかで断ち切らないと。やれるもんならとっくにしてるさ。カウンセリングは？もちろん進めてる。でも私は病気じゃないの一点張りだ。それどころか悪いのは水木だ。自分は悪くない。むしろ水木の方が病気なんだって。いや、水木は翔子の元を離れようとはしないだろう。それは水木の望みではないんだよ。水木はずっと翔子のそばにいたいと思ってる。殴られても蹴られてもか。ああ、日常的に罵詈雑言を浴びせられても、ゴミクズのように扱われてもだ。いや、だからこそなのかもしれない。水木は愛に飢えている。もっと翔子に褒められたい。優しく抱きしめてもらいたい。そう思ってるからこそ翔子のそばに。僕には会社がある。レムニスケイトか。会社は今重要な局面を迎えてる。子育てなんかにかまけてる余裕はないんだよ。おいおい、お前もお前だな。もしかしてお前が子育てに協力的じゃないから翔子は暴走を。確かにその可能性は否定できない。僕にも一因はあるのかも。悪いが正直に言わせてもらおう。お前ら二人とも最低の親だ。俺はそのことを知っていた。だから4年前水木を引き取ることに。水木、お前は何も悪くない。だから自分を責めるな。お前のせいなんかじゃないさ。何一つお前のせいなんかじゃ。you
無駄足だったか。うん、手がかりになりそうなものは何もなさそうだね。980円。980円？うん、ただの水が980円もすんのかよ。ただの水じゃないよ、海水だもん。飲めねえじゃん。ねえ、伊達はどの子がタイプ？なんだよ、いきなり。いいから教えて。そうだな。うわ、ガチで考えてるし、気持ち悪。お前が聞いてきたんだろ？特にないかな。パパの死体が見つかった場所だから大丈夫だって言ってるじゃん。そもそも捜査についていきたいって言ったの私なんだし。そうだね、ずっとここにいてもしょうがないし。瑞希ちゃん！と、伊達さん。オータン、大丈夫？うん、もうすっかり。どうやら私はお邪魔みたいね。この子に叱られる前に失礼しますよ。ああ、すみません。
そのままで結構ですよ。いえ、いいんですよ。この子もきっと私といるよりお友達といる方が楽しいでしょうから。では。ありがとね、水木ちゃん。え？僕のお見舞いに来てくれたんでしょ。ああ、うん。捜査のために来たとは言いづらいか。だな。ねえ、伊達さん、 CA の女の人がジャンボジェット洗ってる動画があるんだけど、見る？見ねえから。突然だけど、僕ってさ、めちゃめちゃ勇気があるし、頭もいいし、それに何よりイケメンじゃん。相当うざい。消灯台。アゼトンちゃんが隣で寝てくれる日はいつ訪れるのかな。永遠に訪れないと思うぞ。それより、伊達さんの方こそ大丈夫なの？昨夜急に倒れて運ばれていったでしょ。ああ、心配ない。一晩眠ったら完全に治った。なんかうなされてるみたいだったけど。リーカちゃん、リーカちゃんって苦しそうな感じで寝言言ってたよ。マジか。マジだ。タン知ってる？イリスのこと。私もさっきそこで看護師さんから聞いたんだけど。うん、まだ ICU から出られないんだってね。手術は無事に終わったけど、意識が戻ってないみたいで。ねえ、オータン、今度は一緒に千羽鶴折ろうよ。早くイリスが良くなりますようにって。そうだね、気合を入れて本物の鶴張りのリアルな鶴を折ろう。いや、そんなものもらっても困るだろう。聞いたよ、オータンは犯人と戦ってイリスを助けたんでしょ。すごいよ、オータン、名誉の負傷だね。いやー、それほどでもないわけでもないけど、英雄だなんて言われるとなんか照れちゃうな。別に英雄とまでは言ってないけど。イリスを守ったのは事実だが、ちょっと鼻につくな。ああ、ハロウィンの時に渋谷でコスプレして騒いでる奴らと同じぐらい鼻につく。うん、昨日話したこと以外は特に。そっか。もしもお前が健康体だったら、頭をひっぱたいて無理やりにでも思い出させてやるんだが。ショック療法ってやつ？原始的！あのアビスってとこ、もっと未来な感じの組織だと思ってたけど。温故知新。過去に学ぶこともたくさんあるのだよ。そっか。それじゃあひっぱたいてみる価値はあるかもね。ないない！ないったらなーい。こいつ入院中のくせにノリノリだな。さては、女の前だとノリがうざくなるタイプか。そっか、まだ犯人はわからないんだね。何か思い出したら教えてくれ、頼んだぞ。まあ、伊達さんの行動次第かな。アセトンちゃんの使用済み歯ブラシがあれば、なんか思い出せるような気がするんだ。オータ、水木の前だぞ。
発言に気をつけるんだ。大丈夫だよ。みずきちゃん、僕が書いたラノベがっつり読んでるし、体勢はついてるはずだから。お前、みずきにどんな話読ませてんだよ。ね、あー、みずきちゃん、言わなくていいから。うん、そうだね。え、そろそろってまだ来たばっかじゃん。もういいんだよ、オータンの元気そうな姿見られたから。オータからはすでに十分話を聞いている。これ以上問いただしても何か新たな情報が出てくることはないだろう。だて、次はどこに行く？そうだな。というわけなんだ。なるほど。左足を負傷した人物ね。ねえ、だってうちの冷蔵庫に入ってるあれ本当に食べきれるの？食べきれるよ、うるさいな。ねえ、だってあの黒板にカプレーゼって書いてあるけど、カプレーゼって何？12月の街中のことだ。それはカプレーゼではなくカップルうぜえだな。伊達ってさ、この台の他をコに変えたみたいな感じだよね。実に小学生らしい発想だな。悪いけど心当たりはないわね。そうか、ママならもしかしたらと思ったんだが。情報屋って言っても本当にヤバい情報はそんなにポンポンと入ってくるもんじゃないのよ。ま、一応調べてはみるけど。ああ、頼むよ。その代わり、もし何か分かったら、伊達ちゃん、私と一緒にお風呂入ってくれる？絶対嫌だ。なんでよ！ママと一緒に入浴したらお湯が全部溢れちまうだろ。そういう問題か。大丈夫よ。その時はこの着ぐるみをちゃんと脱ぐから。え、中に誰か入ってるんだ。そう、びっくりするぐらいのイケメンがね。ビールを拭いた雑巾を風通しの悪い日陰に置いといたらどうなると思う？カビール？ねえ、伊達ちゃん、裸の男性同士が土の上で抱き合ってる動画見る？変な言い方をするな。相撲の動画だろ。
なあ水木、お前がいつも背負ってるそのリュック、中に何が入ってるんだ？なんでそんなこと？いや、ちょっと気になってね。水缶パン、チョコレート、ビスケット、懐中電灯、手回し式充電器、十徳ナイフ、ろうそくマッチ、三角巾、救急セット、笛、簡易トイレ、ビニール袋、ガムテープ、手榴弾、方位磁石、使い捨て回路。非常用持ち出し袋か。備えあれば憂いなし。いつ何があってもいいようにね。なあ、今一個だけ違法なものが入ってなかったか？ああ、十徳ナイフか。見逃してやろう。私もいろいろと調べてみたんだけど、役に立ちそうな情報はさっぱりね。若い男のエキスと同じくらいさっぱりだわ。どういう意味だ？知らねえよ。前は言いそびれちゃったけど、とっても可愛いと思うわ。ほんと、ダメちゃいたいくらい。はあ、もっとも私が本当に食べたいのは人間のオスなんだけどね。って伊達ちゃんのバカ、何言わせんのよ。ママが勝手に言ったんだろ。もう器が小さいわね。乙女の出現はそばにいる男性がフォローする、それが紳士ってもんじゃない。乙女って誰のことだ？俺に聞かないでくれ。慣れてるよ。そうかな？なんかちょっと怯えてるように見えるが。別に怯えてなんか。ウェー！あー！めっちゃ怯えてんじゃねえか。今笑ったでしょ。はあ、おかしかったからな。タテのパソコンのブックマーク全部ネットにさらしてやる。え？キャバ嬢を落とす7つのテクニック、人妻と出会って3分で。やめろ、俺が悪かった、すみませんでした。別にそんなことないよ。テレビで見慣れてるせいか全然抵抗とかないし、 LGBT の人って感性が豊かでセンスがあって芸術的な才能のある人がたくさんいるでしょ。それに人よりも苦労してるせいか共感能力が高くて優しい人が多いような気もする。自分の生き方を自分で決めてるから強い芯みたいなものも持ってるように感じるし、その意味ではむしろリスペクトしてるっていうか、なんかちょっとかっこいいなって。あ、もちろんママのこともね。気に入った、600万円あげちゃう。じゃあうちの口座に振り込んどいてくれ。ママ邪魔したな。あ、もう行っちゃうの？捜査中なんだ、また来るよ。もうせっかちね。ベッドの上ではあんなに遅いの。てなこと言うな。ベッドの上？お前は知らんでいい。さあ行くぞ。ボスからだ、繋ぐぞ。いや、ちょっと待ってくれ。今いつも通りに電話に出たら隣の水木から面倒なツッコミを受けそうだ。また独り言言ってる。
病院でも行ったらとかか。そうだ。ではスピーカーから音声を流そう。頼む。伊達くん、今瑞希と一緒よね。ああ、どうした。瑞希を連れてちょっとアビスの本部まで来てほしいの。ちょうど向かってるところだが、何かあったのか。今本庁の連中がこっちに来ててね、瑞希からいろいろと情報を得たいんですって。私たちは瑞希から話を聞いたけど、捜査本部の方はまだでしょ。ほら、彼女失声症を患ってたから、それで正式に事情聴取がしたいって。これは上層部からの命令よ。私たちに拒否権はないわ。というわけで頼んだからね。だそうだ。嫌だよ、私ももっと捜査したい。しょうがないだろ、国家権力には逆らえん。自分だって国家権力の側じゃん。俺たちアビスは足の爪みたいなもんだ。足の爪には体を動かすだけの機能も権限もない。それに不要になればいつでも切り離される。そんな伊達のバカ。ご足労かけて悪いわね。今さら何言ってんだ。いつも奴隷扱いしてるくせに。奴隷扱いなんてしてないでしょ。たまに足の親指と人差し指の間をペロペロさせてるだけじゃない。ん？ペロペロしてねえから。とにかくご苦労様。瑞希のことなら安心して。丁重に扱うよう本部の方には伝えといたから。瑞希、ちゃんと言うこと聞けよ。すぐに終わるから、そう気を悪くしないで。それはさておき、一つ伊達くんに伝えなきゃいけないことがあって。さっき冷凍倉庫を調べてる監視機関から連絡があってね。名前は確かカガリだったかモガミだったか。カニザだろ。ああそうそう、そのカニザくんからの伝言で、報告したいことがあるから例の倉庫の前に来てほしいって。もしかして血液の鑑定結果が。分かった、すぐに向かう。それじゃあな瑞希、いい子にしてろよ。ウィーだ。バク。伊達さん、わざわざすみません。例の結婚の件ですが、鑑定の結果が。どうだった。確かに伊達さんがおっしゃっていた通り、あの血痕には2人分の血液が混ざっていました。一つは松下太田のもので間違いありません。ですがもう一つの方は、DNA のコードについては分かったのですが、それが本庁のデータベースには記録されていないもので。さすがに本庁でも日本人全員の遺伝子配列を把握してるわけではないからな。じゃあどうすりゃいいんだよ、どうすりゃいいんだよ。そう熱くなるな。それより別件で報告したいことがある。なんだ。12時の方向200メートル先に不審な人影を発見。じっとこちらの方を見ているようだ。人影、こいつか。伊達ちゃん、お口りの時間でちゅよ。私は200メートル先にと言ったんだ。どこを見てる。
そっちじゃない。確かに誰かいるな。だがここからでは遠すぎて。あれは瀬島だ。マジかよ、あいつ左足を。待て瀬島！くそ！松田、瀬島が犯人だったんだ。落ち着け、まだ断定できる段階ではない。ただ左足を引きずってただけだろ。だがあいつの影はこれまでに何度も事件の背後にちらついて見えた。翔子と沖浦は熊倉組と関係があり、その熊倉組と瀬島にも接点が。それだけじゃない、イリスのソムニウムにも奴は出てきた。しかし瀬島には信用できるアリバイもないんだぞ。翔子キューラが殺された時も、冷凍倉庫での一件の時も。とにかく落ち着くんだ。今お前が列挙したものはどれも状況証拠にすらならない。そもそも動機はなんだ。瀬島は国会議員だぞ。どうして奴は証拠とキューラを殺した。なんでイリスの目玉をくり抜く必要があった。それはとはいえ、瀬島が怪しいことに私も異論があるわけではない。どっちなんだよ。ただ現段階では奴を追及できるだけの材料は揃っていないと言ってるんだ。今あいつを問い詰めてもどうせとぼけられるのがオチだろう。直接的な証拠をつかむ必要がある。直接的な証拠？冷凍倉庫にあった犯人の血液、その DNA の配列が瀬島のものと一致すれば。そうか、ってことは瀬島の DNA を採取すればいいんだな。問題はどこでそいつを手に入れるかだが。なあアイボ、日曜日に熊倉組の事務所に行った時のこと覚えてるか。もちろんだ。私には忘れるという概念がない。じゃあ聞こう。あの時ソファーの前のテーブルには何があった。そうか、タバコの吸い殻。あのタバコは瀬島が吸っていたもので。そう、フィルターの部分に瀬島の唾液が付着してる可能性がある。そいつを採取できれば瀬島の DNA を特定できる。いや、だが待て、あれは2日も前のことだぞ。さすがに捨てられてしまっているんじゃ。ダメ元でも構わない、行かないよりはマシだろ。うむ、そうだな。よし、とにかく行ってみよう熊倉組へ。おい、何しに来やがった。舐めてんのかこの野郎。伊達、相手にするな。分かってる。
おい、ここにあった吸い殻は？おとといここに来た時あっただろう。なもん、捨てたに決まってんだろうが、この野郎。どこに捨てたんだ、バカ野郎。なんで吸い殻なんかを探してる？第二サイクロ事件の捜査のためだ。そうか。昨日の未明、アセト、新しい被害者が出たそうだな。俺は見ちゃいないが、犯行の様子ネットで配信されてたんだろう。一人の女の子が片目をくり抜かれて。知ってんだよ、バカ野郎。すんません。で、あんたはその捜査のために来たと。そうだ。つまり協力したら犯人の逮捕に近づくわけだ。そういうことになる。分かった。好きなだけ調べていくといい。え？なんだか拍子抜けだな。確か吸い殻を探してるんだったな。ああ、瀬島が吸ってたタバコのな。瀬島が？あいつが犯人だっていうのか？いや、まだそうと決まったわけじゃ。おい、てめえら、あそこにあった吸い殻は？吸い殻入れの中です。持ってこい、瀬島が吸ってたやつを。えい。一切手は触れちゃいねえよ。気が利くな。だが、なんで4つなんだ？出演者の来客が他にはあってな。どれが瀬島さんが吸ったやつなのか分かんなかったんだよ。モーマ、お前は？悪いが俺も覚えちゃいねえ。とにかく瀬島が吸ってたタバコはこの4つのうちのどれかってことで間違いないんだな。そうだ。伊達、思い出すんだ、瀬島が吸っていたタバコの銘柄を。確かあいつが吸ってたのは、暗い。そうだ、思い出したぞ。瀬島が吸っていたのは間違いなくこいつだ。うむ。ではアビスに戻ろう。ピュータに吸い殻を渡して鑑定してもらうんだ。了解。どうやら目的のもんは手に入ったみてえだな。ああ、おかげで助かったよ。別にこのぐらいどうってことねえさ。アセトンちゃんのことを思えば。アセトンちゃん？お前今アセトンちゃんって言ったか？そんなこと言うわけねえだろう、バカ野郎。俺はただ汗飛んじゃったって言っただけだ。それだと文意が不明になるが。いちいちうるせえで、てめえ。用が済んだんならさっさと帰ってくれ。わかったよ。それじゃあピューター、頼んだぞ。ええ、任せてください。その吸い殻に付着している DNA、 それと冷凍倉庫にあった血痕のものが一致すれば、白熊の中にいたのは間違いなく瀬島ということになります。解析にはどれぐらいかかりそう？6時間もあれば。3時間で終わらせて。無茶言わないでくださいよ。お、言いたいところですが。わかりました、指定の時間で何とか。どうして？
一刻も早く犯人を捕まえたい。それだけですよ。では時間が惜しいので僕はこれで失礼します。ところで水木は？少し前に事情聴取が終わって本庁の巡査に車で家まで送らせたわ。もう着いてる頃だと思うけど。そうか。それにしても瀬島が犯人とはね。まだ断定はできない。でも左足を引きずってたんでしょ。もう決まったようなもんじゃない。ボス、そいつはちょっと短絡的に過ぎるぞ。お前も似たようなこと言ってただろうが。とにかく結果を待とう。それで全てが明らかになる。ええ、そうね。厄介なことにならないといいんだけど。厄介なこと？うん、なんでもないの。気にしないで。ピーター、結果が出たって本当か？ええ、吸い殻から検出された DNA は冷凍倉庫にあった血痕のものと一致しました。そうか、やっぱり白熊の中にいたのは瀬島だったんだな。瀬島がイリスの片目をくり抜き太田の脇腹を刺した。そしておそらく翔子と沖浦も。つまり2代目のサイクロプスは瀬島だったと。ピューター、ありがとう。いえ、それよりも早く瀬島を。ああ、そうだな。ボス、なあ聞いてくれ。冷凍倉庫にあった血痕はやっぱり。知ってるわ、ピュータから報告を受けたから。だったら話が早い。早速だが行ってくるよ。どこに？決まってるだろう、瀬島のところだよ。伊達くん、悪いけどそれはできないわ。え？あなたを瀬島のところへは行かせられない、そう言ってるの。意味がわからないんだが。上の方から圧力がかかったのよ。瀬島と本庁は20年以上前からズブズブの関係にあってね。本庁は瀬島の言うことには逆らえないの。汚い金でつながり合ってるっていうのももちろんあるけど、さらに瀬島は本庁の弱みも握ってるみたいで。弱み？弱みってなんだよ。絶対に漏洩してはならない機密事項よ。その件が明るみに出たら警察の権威が失墜するような。よくわからないが、瀬島はそいつをネタにして本庁に揺さぶりをかけてきたっていうのか？ええ、多分ね。とにかくそういうわけだから分かってもらえる？わかるわけないだろう。そう、それじゃあ残念だけどあなたにはこの事件の担当を外れてもらうしかないわね。おい、なんだよそれ。本気で言ってんのか？ふざけんなよ。いいのか、今引き返せばまだ間に合う。瀬島に手を出したら最後、二度とアビスには戻れないかもしれないぞ。別に構わねえよ。政治家と結託してるような腐った組織、こっちから願い下げだ。この事件が終わったら沖縄で弁当屋でも開くさ。待て。弁当屋が嫌ならソーキそばの店でも。そうじゃない、お前宛にとんでもない映像が届いた。映像？とにかく見てくれ。水木！くそ！
水木、水木、どこだ、どこにいる。待ってろ、すぐに見つけてやる。もしかして机の下に。見ればわかるだろう。そんなところに水木はいない。もしかしてカーペットの下か。ここには地下室なんてないだろう。真面目に探してくれ。ないみたいだ。だって、お前は今錯乱状態にあるようだ。とにかく落ち着いてくれ。分かったぞ。おそらく水木は冷蔵庫の中に。だって、そっちじゃない。声は反対の方から。水木のやつ、トマトや鶏肉と一緒に煮込まれてしまったんじゃ。お前、水木とズッキーンを間違えてないか。伊達、そんなところを調べてる場合じゃないだろう。早く水木を探せ。そんな嘘だろ。水木、こんな変わり果てた姿になっちまって。いい加減にしないとお前の脳を吹っ飛ばす。だて、声はオーディオセットの周辺から聞こえてくる。きっとあの辺だ、水木がいるのは。だて、スピーカーの中には空洞がある。もしかしたら水木はこの中に。まさか水木のやつ、量子的に分解されてパソコンの中に。お前、ふざけてるだろ。水木！伊達、早く水木を。なもん言われなくても。それから遅い、遅すぎる。もう少しで窒息するところだったんだからね。だいたい伊達はいつもそうなんだ。ノロノロして肝心な時にやってこないで。半年前もそうだった。私が修学旅行のバスに乗り遅れそうになって、しばらくそうしてろ。ふざけやがって。
別に怪我とかはしてないけど、ただ口の周りがヒリヒリする。伊達に思いっきりテープを引っぺがされたせいでね。もし私の唇がタラコみたいになったら美容整形の手術代出してもらうから。むしろセクシーになっていいじゃないか。うん。男のやつら3人インターホンが鳴って宅配便だって言われて、また伊達が変なブルーレイでも買ったのかと思ってドアを開けたら、いきなりプシューって催涙スプレーかけられて。そいつらの顔は？わかんない、3人とも覆面してたから。おそらく瀬島の配下の人間だろう。ボディーガードの連中か、もしくは金で雇われた別の奴らか。あー、玉くれな。スプレーさえかけられなかったらあんな奴らバッキバキのボッコボコのメッタメタのギッタギタにしてやったのに。瑞希、一つ言っておく。うん。俺は変なブルーレイなんて買ったことはない。そこ、え、白熊の中にいた人物が特定できたってことだ。それってイリスやオータンを殺そうとしたやつってこと？ああ、だがそれだけじゃない。瑞希、お前の両親をあんな目に遭わせたのも。誰なの？国会議員の瀬島壮ってジジイだ。瀬島？知ってるのか？え、ああ、うん。たまにテレビとかにも出てる人でしょ。でも、どうして？理由はわからない。だが、あいつが冷凍倉庫で左足を負傷したのは間違いないんだ。許せない、許せない。絶対敵を取ってやる。瑞希、俺はこれから瀬島のところに行く。また置いてくつもり？違う、もうそんな野暮なことは言わない。どうせ置き去りにしても無理やりついてくるつもりなんだろ。覚悟はできてるか？何の覚悟？瀬島の屋敷には武器を持った連中が大勢いる。もしかしたらそいつらと一戦交えることになるかも。望むところだよ。全員まとめて骨壺の中に入れてやる。殺しちゃダメだ。命を奪わない程度に痛めつけながら自分の身も守らなきゃならない。できるか？余裕だよ、いつもやってるし。いつもやってるのか？たまに。たまにやってるのか。とにかく私は伊達は私の気持ち何にも分かってない。私は両親を殺されたんだ。二人の死体をこの目で見たの。このままここでじっとしてたら機械変になりそうなんだよ。分かってる、皆まで言うな。じゃあ連れてってくれるんだね？準備しろ、5分後に出発だ。お出迎えご苦労。瀬島に会いに来た。案内してくれ。ふん、何を言っている。先生はもうお休みになられた。帰ってくれ。悪いが、そういうわけにはいかないんだ。通させてもらうぜ。
一度言ってみたかったセリフがある。いいパンチだ。ふ、それじゃあ俺も言わせてもらおう。これで終わりだ。先生のご命令だ。悪く思わんでくれ。やっぱりか。あ？この展開は予想通りだったってことだよ。なんだと？うりゃー！ああ、まあ、ざっとこんなもんよ。いや、こいつはまだ前座みたいなもんだ。見ろ。上等じゃん。やってやろうじゃない。やれ。伊達、私はあっちの連中をやるから、伊達は向こうをお願い。大丈夫か？私のことより自分の心配をしたら。ったく。それじゃあね。とりゃよく見えないな。敵は大量にいる。お前の銃、エボルバー一丁ではとても太刀打ちできない数だ。じゃあどうすりゃいいんだよ。うむ、そうだな。向こうの方にある池の真ん中に小さな島があったの、覚えてるか？ああ。その島の上にお前の大好きなものがある。大好きなもの？エロ本だよ。なんだと？エロ本は？伊達、エボルバーにワイヤー弾を装填。ターゲット真上だ。真上ってどうして？説明などしている時間はない。始めるぞ。なんだそれ、威嚇射撃のつもりか？さあ、おとなしく銃を捨てるんだ。だって言われた通りに。はあ？
降伏しろって言うのか。いいから早くしろ。死にたいのか。まあ見てろ。あと3秒で結果が分かる。3、2、1。また嘘をついたな。言ったはずだ。お前はエロ本という単語を耳にすると通常よりも反応速度が 3.6 倍速くなる。そんな便利なチート機能使わない手はないだろ。落雷のことは何で分かった？衛星の画像や大気の状態、その他諸々の条件から。だが本来であればあの雷は別の場所に落ちるはずだった。そこでお前にワイヤー弾を発射させ、雷電流を池の中へと導いたんだ。ところで、瑞希はどこだ？待ってくれ、今周辺のスキャンを。瑞希、待ってろ、今行く。伊達、付近の大気中からカプサイシンの成分を検出した。どうやら瑞希は催涙スプレーをかけられたらしい。くっそ。これは水木の鉄パイプだな。伊達くん、そこにいるんだろ。私の方からははっきりと言える。なんだと？一歩でも近づけばこの子の命はない。あいつ、水木を人質に。伊達、周りを調べてみろ。瑞希は必ず近くにいるはずだ。その襖の向こうはもう調べただろ。いや、まだだ。隣の部屋のさらに向こう側にも別の部屋が。
水木を抱えているのは瀬島だな。この野郎、水木を盾にしやがって。だが、なんで水木は反撃しない。どうやら意識を失っているようだ。理由はわからん。呼吸はしっかりとしているから命に別状はなさそうだが、とにかく何とかしないと。待て、動くな。さっきの瀬島の話聞いてなかったのか。こっちのことが見えてるって話か。この部屋のどこかにセンサーか何かが仕掛けられてるのかもしれん。じゃあここから奴の頭を狙って。それもやめておいた方がいい。ここから撃てば水木に当たってしまう可能性が高い。だったらどうしろって言うんだ。うん、そうだな。伊達、エボルバーに球形弾を装填。続けてそこに落ちている鉄パイプを拾ってくれ。これからお前がやるべきことは2つ。まずはその鉄パイプを南西の方角に向かって投擲。その後すぐ投げた鉄パイプに向かって球形弾を放て。あ、質問は禁止だからな。説明している時間はない。賞賛は？タイミングさえ誤らなければ必ず計算通りに行くはず。準備はいいか？行くぞ。哀れだな。実の父親の手によって殺されるとは。ところで君は花火が好きかい？見せてやろう、とびきり綺麗な花火を。
といってもコンマ数秒のことだろうけどね、君がそれを拝めるのは。それってこんな花火か。バカは風邪をひかないじゃないけど、私はどこかで伊達くんのことをヒーローみたいに考えてたのよね。ヒーロー、ほらヒーローって死なないでしょ。絶体絶命のピンチに陥っても何か奇跡的な出来事が起こって必ず助かっちゃう。伊達くんも同じだと思ってた。なのにこんなことになっちゃうなんて。まるで死んだみたいな言い方。そうね。伊達の左目には人工知能を搭載したアイボールという機械が入っていたらしい。その機械が盾となり、瀬島が撃ち込んだ弾丸は伊達の脳の比較的浅い部分で止まることになったのだそうだ。このことが幸いして伊達は一命を取り留めた。弾丸の摘出手術も無事に終わり、あとは意識が回復するのを待つばかりのはずだった。ところが、不思議よね。手術は成功したし、脳波にも異常はないのに。なんで起きないの？理由はいくつか考えられるけど、今言えることは一つ。現代の医療技術では手の施しようがないってこと。あとは伊達くんの心の問題だから。心？伊達くんの脳内にある意識に何かトラブルが発生してるのよ。エロ親父バーカアホ。Thank you.
相棒のことね。相棒？ええ、文字通り伊達くんの相棒みたいな存在だったの。ほら、たまに伊達くん独り言言ってたりしたでしょ。たまにっていうかしょっちゅう。あれは相棒と話してたのよ。そうだったんだ。心配しないで。確かに伊達くんは上官である私の命令に背いた。でも元をたどればその命令は瀬島から降りてきたようなもんだし。だけど瀬島はもうこの世にはいないでしょ。だから全部チャラってことに。そっか。警視庁は圧力を恐れる必要もなくなったから捜査の方も順調に進んでるわ。瀬島としか考えられないわ。事件が解決したのは全て伊達くんのおかげ。処分どころか階級が上がっちゃうかもね。きっと伊達くんは脳の中で迷子になってるんだと思う。迷子？帰り道がわからなくなっちゃってるの。シンクを繰り返してるとそういう状況に陥ることが稀にあって。どうすれば伊達は戻ってこれる？そうね、考えられる方法は一つしかないわ。それはね。面会にお越しの倉主静江様。倉主静江様、至急ナースステーションまでお越しください。あ、なんか呼び出されちゃったみたい。ちょっと行ってくるわね。え？その間、伊達くんに何か話しかけてあげて。もしかしたらそれが意識を取り戻すきっかけになるかもしれないから。それじゃあね。話しかけろって言われても。ボスの本名って倉主しずえって言うんだね。倉主しずえなんか全然名前となってない気がするねえ。伊達もそう思うでしょ。一緒に笑ってよ伊達。ねえ伊達ってさ、本当にバカだよね。抜群のバカ、一流のバカ、トリプル A クラスの大バカ野郎だよ。なんで私のことかばったりしたの？私のせいなのに。私が勇み足で屋敷の中に乗り込んでいって、そしたら待ち伏せしてた瀬島に催涙スプレーかけられて、後頭部のところ殴られて意識を失っちゃって。全部私のせいなのに。私がヘマしただけなのに。なのになんでかばったりするの？そんなことされたら私がめちゃくちゃかっこ悪いじゃん。あ、わかった。そっかそっか。伊達は私に恥をかかせたかったんだ。私をかばうことで私のミスを際立たせようと思ったんだ。最低だよ伊達、本当に最低。ねえ、起きてよ、だって。起きてってば。もう、お兄ちゃん、早く起きないと遅刻しちゃうよ。だって、こういうの好きなんでしょ？本当はお兄ちゃんで呼ばれたいんでしょ？私知ってるんだから。伊達がそれ系のアニメのブルーレイボックスで買ってるの。ねえ、なんとか言ったら？いつもみたいに言い返してよ。そんなもん買ってないって反論してよ。だって何にも言ってくれなきゃつまんないじゃん。誰もいないから正直に言うね。さっきボスが伊達のことヒーローみたいって言ってたでしょ。実は私も
そんな風に思ってた。伊達のこと、心のどこかでヒーローみたいだって。この4年間私を育ててくれたのは伊達だし、辛い時も悲しい時もそばにいてくれたのは伊達だったから。この数日間についてもそう。パパとママがあんなことになって、いつも通りの私に見えたかもしれないけど、本当は私ずっと我慢してただけなんだ。じっとこらえて、気持ちを押し殺して、耐えて耐えて、無理に明るく見せてただけなんだよ。本当は辛くて辛くて仕方がなかった。死にたいくらいに悲しくて寂しくて、心が壊れちゃいそうで。だけど伊達がいたから頑張れたんだ。伊達がいてくれたからいつもの私でいられたんだよ。なのに伊達がいなくなっちゃったら、私ねえ、起きてよ伊達、起きてってば。あの約束はどうなったの？忘れたとは言わせないから。ほら、あの約束だよ。全部終わったら一緒にもんじゃ食べに行くって言ったじゃん。もしかして破るつもり？連れてってくれないの？ずるいよ伊達、嘘つき。嘘つきといえば神様だってそうだ。私あの神社でお祈りしたのに、伊達が怪我しないようにって頼んだのに、なのに君のこと助けたい。うん。それじゃあ教えてあげる。さっきの続き。迷子になった伊達くんを連れ戻す方法はたった一つ。誰かが伊達くんの脳内にシンクして、出口へと導いてあげるしかないの。誰かって？水木、あなたに頼めないかしら。え？あなたは前に一度伊達くんにシンクされたわよね。その時の記録から、あなたと伊達くんのシンクロ率は極めて高いことが分かったの。要するに、二人はとても相性がいいってこと。あなた以上の適任は存在しないのよ。だからお願い、伊達くんを助けてあげて。分かった。やってみる。水木ちゃん、さっき説明した通り制限時間は6分だから、絶対にオーバーしないように。分かったね。しつこい、100回ぐらい聞いたし。それじゃあ水木、頼んだわよ。任せといて。だって待ってて、必ず連れ戻してみせるから。水木ちゃん、準備はいい？じゃあ始めよう。